クリスティーナ・ペラーコバー、あるいはクリスティーナは、スロバキアの歌手である。東部スロバキアのプレショフ県スビドニーク市生まれ。幼少の頃より、歌唱や舞踊を始める。音楽教師に勧められて、個室への音楽学校に通い、歌唱を専攻する。この間、1996年結成の地元のユーロダンスユニット、エクスタシー元メンバー、マルティン・カブリチに出会い。 カブリチの助けでブラチスラバのレコード会社ホーム、プロダクションと契約した。2007年にブラチスラバのヒップホップグループ AMO のラッパー、オパクをフィーチャーした初のシングルソンとボイヤーを発表。2008年発表の VR 見たいハビアスディはヒットし、同年にデビューアルバム、エストバムも発売された。2010年には、ユーロビジョンソングコンテスト2010の スロバキア代表国内選考で、カブリチ作詞作曲のホーラニーを歌い、視聴者投票1位、審査員投票2位の総合優勝を果たして、スロバキア代表の座を射止めた。楽曲は、スロバキアのラジオチャートで首位となった。ありがとうございます。